作っちゃったグッズとかがピンク色なんで、そのなんか、はい、どうしますみたいな、ピンクにちょっと一瞬戻しましょうかとか、なんかそういうややこしいことには今なってて、どうしようかなって迷ってます。髪型が脱ピンクを、あ、そうですね、雰囲気が変わりましたけど、一昨日ライブがあって、はい、そのライブの時にピンクじゃなかったら盛り上がるかなという安易な考えです。SNS ではこう平成ジャンプの八乙女光くん、ああそうそう、ラジオでね、ラジオでその八乙女くんとなんか去年の、あのダウンタウンデラックスかなんかで、その髪の色がピンクやめたんだっていう話してて、同じ色にしましょうよみたいな、下りやってて、で、あ、絶対しますってその時ね、あるじゃないですか、大人のなんか適当な流すやつ、それでなんかしますしますって言っちゃったんで、なんかそれがすごい心残りで、あ、本当にしてやろうと思ってしちゃいましたね。でもなんか難しいですよね、あの作っちゃったグッズとかがピンク色なんで、そのなんか、はい、どうしますみたいな、ピンクにちょっと一瞬戻しましょうかとか、なんかそういうややこしいことには今なってて、どうしようかなって迷ってます。